フェデリカ・ファイエラは、イタリア出身の女性元フィギュアスケートアイスダンス選手。2010年世界選手権3位。2009年。2010年。ヨーロッパフィギュアスケート選手権2位。2002年。ソルトレークシティ。2006年トリノ。2010年。バンクーバーオリンピックイタリア代表。パートナーは、マッシモスカリなど。イタリアのローマに生まれ、8歳の頃にスケートを始めた。 やがて、ルチアーノミーロとカップルを結成し、1996から1997シーズンの世界ジュニア選手権に初出場し7位となる。翌1997から1998シーズンには創設されたばかりの ISU ジュニアグランプリに参戦し、JGP ファイナルで優勝。初代アイスダンスチャンピオンとなった。 また世界ジュニア選手権でも2位となるなど頭角を表した。1998から1999シーズン、再び ISU ジュニアグランプリに出場。2連覇を目指した JGP ファイナルでは2位。世界ジュニア選手権でも再び2位に終わった。1999から2000シーズンからシニアクラスに完全移行し、フィンランディア杯で2位。 ISU グランプリシリーズにも出場を果たしネーションズ、杯では5位となった。また、イタリア選手権で2位となり、2000年、欧州選手権及び2000年世界選手権の代表に選出されたが、2000年欧州選手権では11位に終わり、2000年世界選手権ではオリジナルダンスを終えて途中棄権。このシーズンをもって、ルチアーのミー・ローとのカップルを解消した。 2001年、マッシモスカリと新たにカップルを結成し、ISU グランプリシリーズに参戦。イタリア選手権では2位となり、ソルトレークシティオリンピック代表に選出されたが、そのソルトレークシティオリンピックでは18位に終わる。2002から2003シーズン、イタリア選手権で初優勝を飾り、2004年ロシア杯では、 ISU グランプリシリーズ発表彰代の3位となるなど徐々に頭角を表した。地元イタリア開催のトリノオリンピックを控えた2005から2006シーズン、イタリア選手権でプロフィギュアスケーターから復帰したバーバラ、フーザルイコールポリアンド、マウリツヨ・マルガリオン組に敗れたものの2位となり、2度目のオリンピック出場を勝ち取った。トリノオリンピックでは、 コンパルソリーダンスで1 1スタートとなったが、オリジナルダンスでは、ステップシークエンスでの転倒が響き21位。フリーダンスで巻き返したものの総合13位に終わった。2007から2008シーズン、スケートアメリカと中国杯で3位となり、イタリア選手権では5度目の優勝を飾った。2008年欧州選手権では、自身最高位の4位入賞を果たした。2009年、 2010年の欧州選手権では2年連続の2位。地元、イタリアで行われた2010年世界選手権では、世界選手権で初めてのメダルとなる、銅メダルを獲得した。2011年欧州選手権を最後に競技から引退。ありがとうございます。